今回は4月に正式版が出たばかりの CAD ソフトプラスキシティの紹介をしてみるのだインディーライセンスは買い切りで99ドル商用利用もできて 3D プリンタラーにもおすすめなのだライセンスの主な違いはインポートエクスポートの種類なのだ起動した画面はこんな感じ。 寸法がメメーートトルル基準にににななっていいいるのでミリメートルに直さないと使いにくいのだ。まずは左上の「D からプリファレンスを開いてここはパンや回転操作をどの 3D ソフトに合わせるかを選べるのだここでは描画の設定をできるので動作が重い場合は「ローに切り替えてみると良いのだ。 ここは UI の設定ができるけど基本暗めの画面を明るくすることはできないのだアクセントカラーの色味とは打って変わってネイビーやグレー系しか選べないのだここでは明るい色も選べそうだけどグリッドがグレーなので見えにくくなってしまうのだ。 出たばかりののソフトトででどんどんんアップデートされていくので今後に期待なのだ。ここでメートルからミリメートルに変更するのだグリッドサイズは描画するグリッドの数300だと300ミ、mm、リ ×300 ミ、mm、リなのだその下の10は何問元に強調表示するかなのだウィンドウ外をクリックすると閉じられるのだ 最初からあるボックスは邪魔なので削除するのだメートル表示からミリメートルに変更したので頑張ってグリッドが見えるまでズームするのだこのグリッドはさっきの設定通り 300×30010 本ごとに強調表示されているのだ試しに20に変えてみるのだ間隔が広がったのだ でもやっぱり10の方がわかりやすいのだ右上のプラスマイナスを押すとグリッドの細かさが調整できるのだスナップを使う時に変更してみると良いのだ左上の P からセーブアズスタートアップシーンを選んでこの状態を初期表示にしておくのだ次は使い方を紹介するのだ四角を選択してスケッチを描くのだタブキーで数値入力できるのだ 確定はリターンか右クリックなのだ。癖でエンターをしてるのは全て不発なのだ左上から面選択を選んで面を押し出してみるのだ右クリックで確定なのだ線選択に切り替えてエッジを選択トラックで面取りできるのだ視点を回転させたら全然違うところを向いてしまったのだ。 いきなりだったのでこの時は何が起こったか理解できなかったのだどうやらミリメートルに切り替えた時に視点切り替えだけメートルのままだったみたいなのだ今回は右側のプレーンフロムセレクションを押すことで視点をリセットできたのだせっかくなのでペンでも作ってみるのだサークルを選んで向きの切り替えは V キーなのだ わかりにくいときは右上のキューブから作業平面を選ぶ方が良いのだこのソフトはショートカットを覚えると作業効率が全然違うのだフュージョンと違って左手を大きく動かさないショートカットになっているのだ間違って最初に書いた線を選択したまま押し出してしまっていたのだ3で面選択にして押し出し 今度は大丈夫そうなのだ左上の表示もちゃんとソリッドになっているのだ次はキューブの上を選択して画面を切り替えてからカットしたいところで線を引くのだスナップを選択して 1mm 幅で切り込みを入れるのだ線を選択してから C キーでカットを選んで カットしたい対象も選んで右ククリックカッカトできてるはずだけど線を非表示にしたままだったのだ右上のマテリアル設定から小エッジ選んだらカットした部分が見えたのだカットした面を選択してここにはくぼみをつけるのだカットしたところを再度結合しておくのだ Q キーを押してブーリアンシフトを押して結合したいものを選択 もう9キーを押すと青い表示に変わって結合なのだ確定は右クリックかリターンをお忘れなくキーボード上の2キーを押して線選択。出てきた線を持ち上げてフィレットなのだペンの先端にしたいので長めのフィレットをかけるのだ今度は先端の丸を選択して OK でオフセット。 少しだけ内側にオフセットして、3キーを押して面を押し込むのだ。さっきオフセットした線を選択して、シフト、D でスケッチになるのだ。S キーでスケール変更。また少し小さくして芯を作るのだ。3キーを押して面選択、前後に押し出すのだ。 2つ目の欄にマイナスの値を入れると反対側に押し出しプラスの値を入れると選択した面から数値分ずれたところから押し出しなのだ芯の先端にもフィレットをかけるのだだんだんだれてきたので倍速にするのだちょっと芯が長かったから選択して G キーで移動なのだ。 今度はクリッをを取り付けるる台座を作るのだ。スナックの設定変更するのだちなみにショートカットは自由に変更できるのでスナックくらいは登録しておくと良いのだ思った形にならないので後でまた修正するのだ。 スライサーでの読み込み時に再計算してやる必要があるのだ。ショートカットは T なのだ。カーブを2つ選んで J で結合。O でオフセットしてへこませるのだ。ラウンドトリニアでオフセット時の角の形を選べるのだ。ターゲットボディを選択して押し出せば穴が開けられるのだ。とりあえずはこれで置いておくのだ。 エッジを選んでフィレットをかけるのだオルトを押しながらクリックすると連続するエッジはまとめて選んでくれるのだプラスティシは CAD4 アーィストと書いてあったようにバリバリの 3DCAD というよりは 3DCG 系の CAD よりのソフトなのだそのため 3DCAD によくあるスケッチの高速や 履歴編集といった機能はないのだとはいえ案外後からでも編集しやすいので下手に触って壊れてしまう履歴編集はなくても大丈夫な気がしてきたのだ壊れにくい履歴を作るために時間がかかるとか本末転倒なのだただし線を選択した時に2点間の距離とかは知りたいのだ ちょっと形が気に食わなかったので書き直すのだ先端はスプラインで描くのだ位を押して点選択にするとスプラインの頂点を編集できるのだカーブを閉じたら面ができるから面を選択してリボルブ右下の丸いやつなのだ回転の中心軸を2点で指定してやるのだ ちょっと土台部分が大きかったから修正していくのだ。フィレットも保ったまま動いてくれたから、修正も楽ちんなのだ。ちなみに保存せずに閉じたりしても、オートセーブされていて、次に立ち上げたときは前回の続きで開いてくれるのだ。つまり保存していた時点ではなく、オートセーブしたものを開くから、場合によっては注意が必要なのだ。 面をカットしたら面取りがなくなってくくれたたののでやり直すのだ。カットしたくない場合は側面と面取り部を同時に選択して動かせばよかった気がするのだなんとか形になったからクリップを作っていくのだスプラインは慣れないとなかなか難しいのだ点の数は後からでも増減できるから細かいことは気にしないのだ。 いまいちでも微調整すればいいのだシフト、D で複製して厚み分ずらすのだラインツールのショートカットはシフト、A なのだ L だと左手で押しにくいから便利なのだいらない部分はまたハサミでカットしていくのだ押し出すだけならこのままでもいいけど先にベベルをかけたかったのだ ベベルのショートカットは B なのだ。左右に押し出したら土台と干渉する部分をカットしていくのだ。書き出し形式は STL やステップにも対応しているから、スライサーに持っていくのも問題ないのだ。STL で書き出すときはメートルで書き出されているようなので、スライサーで再計算をしてやると良いのだ。 2つ目の値を入れて開始位置をずらすのだターゲットボディを選択してやることで切り取りができるのだ青が結合赤で削除他にもあるけどとりあえずはこの2つを覚えるのだクリップは痛くないようにもっと丸みが欲しいのだ ここも丸くしてやれば片側は完成なのだ反対側も同じようにして作ってもいいけど片側ができたら折るとでミラーするのだ何かが違うのだ細かいオプションがある場合は右下に表示が出ているから対応しているキーで呼び出すのだ Y を押してポジティブ Y で。 思ったようにミラーできたのだ。ミラーで複製したソリッドは中心線でカットされてるから結合しておくのだ電球マークで隠すとエクスポート時にも出てこないのだソリッドを選択して M でマテリアル設定を開くのだあんまり細かいマテリアル設定はわからないのでざっくりと色付けだけするのだ。 きちんと見せたい時は OBJ 形式で書き出してブレンダーに持っていくとよいのだソリッドの横にある丸をドラッグしてやれば同じマテリアル設定が適用できるのだこのあたりの細かい設定がよく分かってないのだ同じマテリアルを適用したものは1つ変えると全て同時に変えられるのだ。 ざっくりとだけどこれで完成なのだ。30日間の無料体験版があるので気になった人はダウンロードしてみるのだそれでは最後まで見てくれてありがとうなのだチャンネル登録、高評価もよろしくなのだ